身近な島マクトや格言などをご紹介しますいやささシマクトのコーナーです、はい、今回は稲穂の掛け軸という昔話です、はい、お話に登場するのは名古屋方、うん、中国に五回も渡って勉強し琉球で初めて明倫堂という学校を設立した教育者として知られています、はい、この稲穂の掛け軸、はい、一体どう関係するんでしょうかご覧ください 海なぐ上方アンディールすぐり通りギガヌイビータンなぐ上方琉球の国王様のウィチキシ唐の九人会学問習いがイチャビタある土地学校時からの蹴いる道なか白木打図委員会クイカキラリヤビタンうーんやーやまあからちょうる学生やがんわらびよワンネ琉球からちょういびん学務の一平うんさいビーしが ないい作ならやびたんへくけれやんでうどいびんははや,やいっぺすぐりもんやさやりゅうちょうのたみのがくものをなとおるさんみんやさやあ,ーあんせやんかい,いいもんきゅらやこの書きじこやんかいクイーン見ゆるところんかい書きいることしん やあんかいむどて宿のめえんかいかきじくかきてあの、たんめえくとばうびんじゃさびたん。すーごこう学問やうびししんみ,み。やさ。わんねえ、このにふのごとし、てぃぬんかいんかて花ふらちょうてぃさ。りゅうちゅうのためにくまんじが学んならてまぎさるくにのごと、だてんじんぶんちくちりゅうちゅうのくにゆたかにさんでぇならん。なぐえかたやとうぬくにんかいぬくてぃ、学問ちじきやびたん。 うん、いやいや投げえさいうちばたんや見事どニフェーデイビルワンネうぬママチムフジケイユルトコロヤイビータンヤイビーシがウレードウノドマサトオンディーチジママソーティのことワンミトミーシェスバーフィラーのチュドヤイビールナグウエカタヤヤアンカイムドティカケジクンジャビタンサグトクーサルンニフヌタデヤママギクナティ みぐっとに大差がてういびらにやさこのにふやわんくとどやてえさ学問知事きたことみいのちまてんぼくなて大差がてどうさグリージうんぬきらねえならんあねいやごあのねえらんしがあの短命やうかみどやてえさ竜中んかえむどき国王さまんかい掛け軸の話さびたん国王さまわんねえ この書き軸のおかじに超マギックなティン花ふらちへ並んでいることの若屋びたんおの話わんにんちもにすみんややおのならわしひるみいるごとうおのならわしやひとびとんかいひるまていちゃびたんうん、謙虚さって大切ですよねですよね私もこうどんどん頭が重くなってくる感じしますけども一生懸命勉強を続けたい,といすそうですね そう思いました頑張っていきましょう。はいえー、さあ、この名古屋方ですが、1663年、久米村・久仁田に生まれまして、沖縄の名前で長文、そして中国名では、テ純足として知られています。はいえー、66歳で名護間切りの漁師になって、名古屋方と呼ばれるようになりました、はい、彼が中国から持ち帰った陸遊演技は、6つの教えが示されている道徳の本です。はい、例えばですね父母は 父母に孝行しなさい、うん、そして尊敬長女目上の人を尊敬しなさいといった教えが紹介されています、はい、その後江戸幕府の八代将軍徳川吉宗にこの陸縁起が献上され寺子屋の教科書として全国に広まったということです、はい、今に続く教えですよね、はい、以上、やささしまくとばでした